はい、どうもこんにちは、北之助です。さあ今日もねやっていきましょう。メダロットでだ、昨日ねあの地区大会勝ったじゃないですか。でまあその後どこ行ったらいいのかよく分かんなくて、まあうろうろしていた時にふと思い出したわけですよ。ちょっとマップを出そう。まあもうメダル発掘現場に来たんだけど、このパパの田舎、天体観測所遺跡まだ行ってないんだよね。であと多分本大会会場っていうところもまだ行ってなくて、多分ねこっちに行けっていうことなんだと思うんだけど、まあその前にこっち違うこっち、パパの田舎、そして遺跡、天体観測所、ここぐるーっと回って行こうと思います。多分これで相当、この3つ回っちゃえばもうあとは相当ね進んだということになるんじゃないかな。これでいいのかな。あ、レバーが上がった。どこへ行く。え、何ここどういうこと。まあ、ちょっとバトルになっちゃった。あ、そう、ちょっとね、装備いろいろと変えてみたっていう、レーザーを一つ持たせたんだよ。一番下の機体に。レーザー強いわ、確かに。もうこの辺り結構楽勝的な感じになりました。それだったら、一番上のやつにもレーザー持たせてもいいんじゃないかなと、まあ、思う。今日この頃でございますが、あんまりレーザーにかかり頼るのもな。しかもね、この一番下のやつは、火薬だっけ、まあ、その系の武器に強いらしい。ほら、もう一発でこの逆壊してるし。だから、まあ、何を持たせるのが正解なのかって、ちょっと、まあ、今とか悩んでる。あ、いける。130ダメージ。もうしばらくの間はね、こいつが援護してくれるから楽っちゃ楽されたので、その援護してくれてる機体が、まあ、壊れる前にガンガンと攻撃できるようになったって、こういうものすごいレーザー使えていいなと思ってんだよ、ね、けどなんか強いけれど、なんかどっかに欠点とかありそうな気もしないでもない。悩むな。最高行こう、どんどん行こう。ベータックス。リニアカノン。もうひたすら上を攻撃して、集中攻撃。まあ、よく避けてくれたわ。で、これでそろそろ終わってるかな。まだか。これ貫通するんじゃないか。あ、しなかった。はい、援護よろしく。まあいいか。よし、はい、壊れた。で一体ここは何、ここ、こっち行ける、行けない。え、切り替え。で、こっち、あ、やっぱりこっち行けるわ。よ
とかだった。これでやっとこっちに行けるかで、あれ？でこっからあと点、宇宙人が出ます。え、嘘。どこ？どこどこどこ？ガラクタ落ちた。ここも一体何かありそうな。何？この少年は我々の味方なのか。何だったんだ今のは。わかんない。ガラクタ置き場、ガラクタ置き場、ガラクタ置き場。遺跡の真ん中に、なんかあったよ。ガラクタ置き場、ガラクタ置き場、ガラクタ置き場、とりあえず。ガラクタ置き場ってどこ？そうなの？あれ？ガラクタ置き場ってどこ？もう一回地図見よう。今より遺跡で発掘権。え？発掘現場から上行けるんだ、田舎。ん？遺跡からじゃあ次に何もない？何もない、何もない。え？発掘現場から上に行ける？上行けたっけ？いけないじゃん。するもぐするもぐって何？上どっから行くか。はい、レーザー。援護機体が守りに入った。こいつらもなんか大丈夫か。大丈夫っす、大丈夫。またあのなんか HP いっぱいありそうな感じがするこいつら。結構なんかやっつけない、長い時間かかりそう。なんかそんな感じの期待だよ。右腕がもう壊れた。右腕で防御した。62、まだ右腕を壊すことはできませんでした。グレタクスで一番上に集中攻撃。大丈夫かな。100部で防御した。26ダメージ。こういうのが嫌いなんだ。壊される。え？ちょっと待って、リーダー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 。グレタクス捕らえたよ。左腕パーツ、グレタクス捕らえた。メガトンパンチ。グレートシールドカットです。
殴る系メガトンパンチにしといて、でこっちをちょっとロビングじゃなくてレーザーなかったっけ、確かあったような気がする、なんかねレーザーあったと思う、インビジハンド、うん違う、あれレーダー、あノーマルレーザー、こういう構成でっていうのかな、また負けちゃった。で、あ、上に行く道を探してたんだこんなところに道があったここはイタコの家、うん、消え、見える見えるぜ、何がお主を取り巻く黒い影が見えるぜよ、ロボロボタンに気をつけるぜよ、分かった、気をつけてるっすよ、占いババ、まずくね。あとはこのエリアは、おお、こんなもんか、なんか牛が、牛っぽいのがいる、牛だよなこれ、おお、びっくりするからやめよう、バトルするべ、これ勝てると思う、あーさっきやられたのがちょっと悔しい、まだやられることもあるんだな、いけいけ当たってください、狙い撃ちレーザー、はい、行ってください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 、20だ、ああけどこうか、貫通はなしか、ノーマルレーザーどれぐらい強い、でハイパーレーザーさあ行くよ、ノーマルレーザー、どれぐらいのパワーある、20ダメージ、そんなにかな、はい、ハイパーレーザーのノーマルレーザーで、あと5、やっつけたっす、うん、これ結構マップ広い、ここはアーガー対イヌサクユネ、うん、てん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 としか言わないし、おいびっくりしたな、こんだけ、いえ、へえ、忍者村に続く道が、よしバトルください、
もうさっき楽勝なんて言っちゃったから負けるんだよな。悔しいよ。サチテーターのナイトシールドのエパレーザー戦闘開始。よし、足も壊した。頭に10ダメージ、あと30。これが嫌なんだよな、狙ったパーツはすでに壊れた。だったら他のとこ狙ってくれよ。うっ、結構した。パパの田舎って特に何もないのかな。よしよし、あ、こっちか。こっち、あ、コンビニ発見。何を売ってますか。へえ、星のかけらをプレゼントする。星のかけらね。真珠、排水口、2000円高い。給水口、アンドトロワー、何があるかな。ここは何、天体観測用。はい、いくら払った。取られちゃってもな。今日は見たことのない星があるぞ。こっから見るのか。なんでもない。星が動いた。え？
何かあるかと思ったら何もない。何もないよこっち。なんか。わざわざこっちまで来てる。今のところ関係ないのかな。寄り道しちゃっただけだ。よいしょ、右腕で防御した。右腕、よし、そのまま貫通して左腕、いかない。トラップ嫌い。あ、これ左、よしよし、左腕、あ、壊れなかった。ハイパーレーザーでノーマルレーザーで、スピードアップされたよ。けど運が良ければそろそろ終わるんじゃないかな。あ、まだ足もあったし。これが嫌いよ。狙ったパーツはすり壊れていた。ノーマルレーザー。あと頭だけ。よし、よけどこのまま、と何もなかった。あ、そうだ、昨日古道具屋行くの忘れた。このまま本当何もないだろう。メダルナイトがランクアップした。ランク4になりました。ランク4になって防御96。熟練度がね、まあまだまだこんなもんか。で、兜はまだランク3のレベル6。そろそろランク4に上がるかな。で、攻撃が99まで上がってる。で、熟練度は撃つが32。狙い撃ちが34。もうちょっと狙い撃ちも上がりたいな。あとカメレオンが使ってるけど、まあ、カメレオンはとりあえずランク3で、こんな感じ。こんな感じです。さて、あとこの家がドアがあると気になった。はい、そんだけ。向こうにメダロットがどこに。ロボだって宇宙人かな。で、今気になったのはこの下、これ
前回もこういうところになんかあったからな。何もない。あら？ティンペルベッド。ちょっと待って。今度名前何にすればいい？え？ちょっと名前思いつかないぞ。どうしよう。ちょっと今名前が思いつかないんです。マジで。あ、じゃあいつもこのアドバイスいただいてるんで。打点も一文字だよね。あ、足りなかったけど、まあ、はい、いつもアドバイスありがとうございます。行きましょう。他なんか瀬戸物、他なんか落ちてない？ない。こんだけ、こんだけだ。え？あとこっちはさっき言った家だし、なんか怪しいなと思ったのは、おびっくり、さっきのね、なんかおじいちゃんおばあちゃんの家がなんかちょっと、へえ、この新しく手に入れたティンペットはどうしよう、どういう役割にしよう。これしてもらおうかな。悩んだ。ちょっと持ってるメタロット増えすぎ、増えすぎってこともないんだけど、まあ9体まで持てるんだよね。あのワークが9つあるってことで、最初に5体目で1体目はとりあえず打つ、2体目は守る、3体目はまあその補助的で、4体目は回復系と、5体目は何しよう。マジで思いつかないな。ガムシャラ攻撃ソード、ハンマーだ、ハンマーだと上のパワーなんだろう。はい、レーザー100ミリ60ダメージ、よし。メガトンパンチのライフル、どうよ。右腕もそろそろいけるか。9か、うん、空いてる時間にもね、実は結構戦った経験値集めてます。うん、経験値、経験値みたいな、本当に戦ってね、はい、経験値でいいのかな。頭壊れた、 OK。 よし、エアバッグ手に入れた。このじいちゃんもなんかさっき気になったんだよ。畑に入っちゃらんねえぞ、飛んでっかい。で、この家、お、なんだろうな、おい、そんだけか。ここひょっとして実家、パパの実家。はい、
ゆっくりしても何もない、本当に何もない、そういう何もないとこなんだ。何もなかったっす、帰ろ。とりあえず何もないってことで、はい、今回は何もありませんでした。はい、というわけで一旦会話を終わります。お疲れ様でした。よろしければね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。なんかありそうな気がした、まあ、ティンペットゲットしたからいいか。うん、じゃあまたね、バイバイ。